寒川総合図書館、寒川総合体育館寒川町立南、小学校寒川町は、神奈川県の中心に位置し、高座郡に属する町。相模国和幸宮である、寒川神社が、町の中央に鎮座する。2021年7月1日現在、東日本で最も人口の多い町であり、同県の三浦市、南足柄市より人口が上回っている。 相模川の下流東側に位置し、大ね平野だが、断球も見られる。第20回国勢調査より、東日本で最も人口の多い町となっている。神奈川県内における市町村の人口順位では、都心方面に直通する鉄道路線がある、逗子市に次ぐ規模。人口密度は、四光寺特例市である、厚木市より高い約3600人、平方キロメートルである。 サムカワ町では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名討論で下線がある。町名はその全部、それ以外はその一部である。町議会サムカワ町町議会の議席定数は18議席である。なおサムカワ町議会議員の現任期満了日は平成29年2月24日である。 寒川町から選出される神奈川県議会議員の定数は1議席である。現任期の満了日は平成31年4月29日である。寒川町は藤沢市と構成される神奈川12区が選挙区となる。寒川町は参議院南関東ブロック、神奈川選挙区に属する。なお、当選挙区の参議院選挙比例代表区。 選出議員についての詳細は、神奈川県選挙区を参照のこと。JX 金属、倉見工場火星工業本社その他にも全域に各種の工場が点在し、神奈川県内陸工業地帯の中核をなす。また農業では、特にスイートピー等の柿栽培が盛んである。寒川町コミュニティバス、木星号路線バス県王道高速道路、 都道府県道神奈川県水道記念館級、寒川神社本殿造営、現、倉見神社本殿、梶原景時監視おなり注釈出店。ありがとうございます。